申し込む。宮原よぎ坂本ゴイフィギュアスプ視聴率 76%。 日本女子エースの宮原智子19イコール関大4大陸選手権で優勝の坂本花織17イコールシスメックスが出場した21日の平昌平昌オリンピックフィギュアスケート女子シングルショートプログラムを生放送した NHK 総合午前9時5分から169分の平均視聴率は関東地区 76%、 関西地区 79% だったことが22日ビデオリサーチの調べで分かった。宮原は自己ベスト更新のスプ75.94点で4位、坂本も自己ベストを更新し同73.18点で5位に入った。宮原は団体スプで回転不足となった3回転ルッツ3回転トーループを華麗に決めた。後半の3回転ループも余裕を持って起降りリンクを大きく使いステップ、ダブルアクセルも綺麗に決めた。演技後は笑顔を見せて声援に応えた。坂本は冒頭のレイバックスピンステップを華麗また丁寧に演技、基礎点が1倍になる終盤から3回転フリップ3回転トーループも見事に起降りした。その後の3回転ループダブルアクセルもミスなく流れに乗る着降りで成功させた。演技後はガッツポーズを見せた。